先生のもっちり文法アルファ。もっちりと語る人はもっち先生こと持田哲郎。この動画は文法能力開発が制作しお届けします。はい、皆さんこんにちは。今回は英語の従属節の仕組みというお話をしていきます。今回のポイントです。まずは節とは何かという文法用語の確認からしていきまして、その上でつなぎ言葉、まあ、これは仮の文法用語なんですけれども、つなぎ言葉の種類とその働きについてお話をしていきます。なお今回は英語の従属節についての全体的なお話ということで、個々の節の仕組み、関係詞とか接続詞とかっていう話についてはまた別の動画でお話をしていきたいと思います。それでは今回もよろしくお願いいたします。それではまずは節とは何かというお話から始めていきます。先に分類をしておきますけれども、節には遠い節と従属節というのがあります。本来はですね。ですが、実際に節といえば従属節のことと考えてもらっても差し支えありません。というのは、日本語で書かれた学習書、大学受験生向けの参考書なんかを見ていくと、従属節のことを略して単に節と呼んでいることが圧倒的に多いんですね。ですので、一般に学習者目線で言うならば、節って言ったら従属節なんだっていうふうに考えてしまって問題ないということになります。用語の確認です。主節、遠い節、従属節とありまして、この主節というのが文の中の中心となる文のこと。そして、遠い節というのが and, or, but のような遠い接続詞ですね。こういう遠い接続詞でつながっている文のことを遠い節と言います。そして、従属節。これは別の文の一部として埋め込まれた文のことを言います。埋め込まれているわけですね。他の文に。さあ、仕組みを見ていきます。この従属節、節なんですけれども、この節の中に文が入っているんです。今、図でお示ししてますけれども、外側の括弧が節で、その中に内側の括弧で文って書いてありますよね。文が入っているわけです。S' プラス V' プラス点点点と。で、その文の前、向かって左側ですね。この位置に四角が書いてありますけれども、ここにつなぎ言葉が入ります。この四角の位置につなぎ言葉が入ると。で、今、つなぎ言葉っていう仮の文法用語。まあ、とりあえずの仮の暫定的な文法用語を使っています。また詳しく分類して、一般的な文法用語に分類していくんですけれども、とりあえずはつなぎ言葉という言葉で説明していきます。つなぎ言葉の後に、文がつながって、節ができるわけですね。で、節の中、まあ文の中見ていきますと、埋め込まれた文の中ですね。で、ここを見ていきますと、S' プラス V' プラス、カッコで点点点となっています。これはなんでカッコになっているかと言いますと、この S' プラス V' の V' ですね。埋め込まれる文の述語動詞、V', この動詞の意味によって文型が決まりますので、それによってこのカッコ点点点の部分の具体的な形、語順が決まってきます。ただし、基本動詞っていうのは意味が弱くて漠然としていますので、文型の方が決まらないと意味が決まりませんので、これは例外ですよということです。さあ、話を進めて、つなぎ言葉の種類の話に移っていきますけれども、まあ、先ほどから仮のとりあえずの文法用語としてお話をしてきましたつなぎ言葉ですけれども、これを一般的な文法用語に展開していきますと、接続詞と WH 語に大きく分類できます。そしてこの接続詞っていうのも厳密に言いますと従属接続詞と言います。WH 語の方は多くの単語が WH で始まるんでこう呼んでいるわけなんですが、さらに分類しますと疑問詞と関係詞に分けられます。ただし、この WH 語、関係詞の中には that も含まれるんですね。that も関係詞として使うことがありますので、細かく言うとそういう用法の that も、WH 語として使う that もあるよということではあります。そして、つなぎ言葉というのは一つの節に一つしか使えません。複数のつなぎ言葉を同時に使うことはできないんですね。
同時に使っているように見える場合というのは、それは複数の説が重なり合っているということになります。さあ、仕組みをざっくりとお話をしていきます。接続詞を使った説っていうのは、中に埋め込まれた文の左側、向かって左側、前のところに接続詞をいわば外付け、貼り付ける形になります。例えば、He says something という文であれば、この文の手前、向かって左側に that という接続詞を貼り付けて、that he says something と。こんな言い方になります。一方、WH 語の方は、埋め込まれた文の要素、主語とか目的語とか修飾語とか、そういう要素が WH 語となって、接の先頭、この四角で書いた、つなぎ言葉の位置に移動します。例えば、he says something であれば、something が what に変わって、接の先頭に移動、what he said というふうになります。ですので、接続詞を使った接と WH 語を使った接とでは、仕組み、中の仕組みが違いますよってことなんですね。さあ、つなぎ言葉の働きなんですけれども、二つありまして、一つは他の文に埋め込まれていることを示します。他の文に埋め込まれていますよっていう目印の働きをするわけです。そしてもう一つは、文、独立した元々の文を名詞や形容詞や副詞に転換する。そういう働きがあります。文っていうのは基本四品詞である動詞、名詞、形容詞、副詞。これらを並べて成り立ってるんですね。ですから、文を他の文に埋め込むためには、文を基本四品詞のどれかです。動詞以外の名詞、形容詞、副詞のいずれかに転換、働きを変えなければいけないんですね。で、このようにして、文が名詞のまとまりになったものが名詞説。文が形容詞のまとまりになったもの、転換したものが形容詞説。そして、文を副詞のまとまりに転換したものが副詞説。というふうにそれぞれ呼ぶことができます。働きによって説に名前をつけているわけですね。ちょっと実例を交えながらお話をしていきましょう。He says something っていうのは独立した文です。これに that をつけて that he said something となりますと、これは従属説で別の文の一部になる表現です。ただしこの時点ではどんな働きをするかわかりません。something が what に変わって説の先頭に移動したもの、これが what he said ですね。これも別の文の一部となる従属説ですが、この時点ではどんな働きをするかはわかりません。実際に埋め込んでいくと、I know that he said something。これは脳の目的語ですから、that he said something 全体が名詞説ということになります。I know what he said の方は、what he said の部分。まあ、どちらも下線をつけておきましたけれども、この部分が名詞説。なんですけれども、それは脳の目的語だから名詞の働き、だから名詞なんだって判断ができるわけです。同じ仕組みに見える説でも、文中での位置によって働きが変わってきます。When he said that というのはもちろん説、従属説、説なんですが、これだけだと別の文の一部になるよってことしかわかりません。どんな働きをしているかは実際に埋め込んでみないとわかんないわけですね。I know when he said that ですと、これは脳の目的より when he said that がありますから、この when 説、この従属説は目的語だから名詞説なんです。I remember that time when he said that. これは I remember that time SVO ですね。I が主語で remember が述語動詞で that time が目的語。その目的語の名詞 that time の後に when he said that が続いている。どの時のことを覚えているかっていうと、彼がそれを言った時なんだってことですね。When he said that がタイムを修飾しているわけです。で、タイムは名詞ですから、名詞を修飾する従属説ですから、これは形容詞説ということになります。When he said that, I got angry. これは I got angry 右側に主説があります。で、その手前に When he said that いつ起こったのかっていう時を表しているわけですね。副詞的な要素です。ですから、この従属説、when he said that というのは、副詞説ということになります。このように、文の中でどこで生じるかによって、何説なのかっていう分類、分析っていうのがですね、違ってくるわけです。今回はここまで。次回をお楽しみに。